こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります、ワルソネコのタックスです。褐色肌ってあるじゃないですか、はい、ツヤ肌で褐色肌って、うん、めっちゃテカるじゃないですか。まあね、黒いから ね、うん、で撮影したらどうしてもいろんなとこビカビカ光ったりとか、はいはいはい、白い服とかだったら映り込んだりとか。あーそうやね、あのね、光るというよりかは、うん、周りの景色が映るやね。そう、あの下手したら自分の映してる中自分が映ったりとかするじゃないですか。あの近くに寄ったらスマホでたまにあるよな。そう、ブライスの瞳に映るどころか、うん、あのね、ほっぺたのその平らなとこに自分のスマホと顔がちょっとうっすら映ってるっていう、うん、そう、もうなんかあの見えも当てらに状態になるじゃないですか。そう、あと自分の着とる服の柄が映ったりね。そうそう、あれどうにかならないのかっていう話にちょっとこの前なったんですよ。はいはいはい、うん、まあ、今回来た質問もほぼそれに近いかな。そうですね。でもうこのそもそもなんかめっちゃテカテカ真っ白になってる部分とかは、はいはい、もうこれもう後で加工で消すとか、ああそういうことの方が早いじゃないですか。まあ、ライティングで薄くしとって加工で完全に消すというパターンもあるし、うん、まあ、あとワルサネコがやってるのは、はい、もうライティングの時点で消してるパターンと、うん、あと1枚ね、あの、はい、道具を一つ使うっていう。そうですね。で昔20 years of love 出た時に、はい、スチール撮った時にはこれ使ってなかったんですよ。その時はもう急いでたからね。ね、だからこのフィルターをそういえば久しぶりに出してきてこれ使ったらこういう風にできるよっていうのを、うん、まあ、ちょうどお客さんにはなんか実演で見せたんですけど、それをちょっと一回やってみようかと思ってこれ撮らせていただきます。よろしくお願いします。で以前開封当時のスチールをちょっと見ていただくんですけど、はい、あ、これはね今回使う道具を使ってなかった時の撮影で、お客さんの悩みこういうことやろっていう。そう、だからこのなんか白く光ってるのは消そうと思ったらなんかまあレタッチで消すようになるんですけど、うん、この白い服がなんかこう映り込んでモヤモヤってなってる状態ですね、はい、このね、あの唇の端と端、唇にもちょっと映ってんのよ。そう、白く。そう、だからツヤのリップやからそこにも映り込むし、はいはい、あとなんて、あの左と右にちょんちょんとなんか何強い光があるやん、あれは宝石の光が入ってるから、はい、まあ、これは多分ね消すってやレタッチで消すか、ライティングを落としたりいろいろ光をカットしたりするんやけど、うん、その右と左の唇の端から下にちょっと出てくに、はい、なんか服の模様とか服のその白が映ってませんかと。そう、これですよ。これを消しましょうと、うん、これ先に消してたらレタッチの時も楽じゃないですか。というかこれレタッチで消すの結構めんどくさいんよ。そう、このモヤモヤっとしたもんで、そうで、またチークの方にもかかってきてるから、はいはいはい、なおさらしんどいんですね。なるほど、ちょっとややこしね。はい、というわけで今回使うのがカメラにつけるフィルターなんですけど、これ PL フィルターっていうものになります、はい、カメラ の撮影するレンズの前につければね、はい、あ、これ別にスマートフォンでも使えますんで。そうですね、もうこれをなんか通すだけでいけますんで、うん、まあ、これでか見ていただいて分かるんですけど少しグレーがかってます。ちょっとね、あの一段暗くなると思う。でもロー現像とか後で処理するんだったら明るさは変えれますんで、うん、そうですね、もう今だったらなんかスマホで撮ってもなんか簡単に補正ができるじゃないですか、うん、できますね、レタッチもできるしね、ある程度、ね、だからもうそこはあまり困らないかなと思うんですね、うん、使用方法としてはレンズの前に装着するか、もしくはレンズの前にかざすぐらいでいけるかな。そうですね、だからなんか別になんかぴったりなんかレンズにくっつく必要はなくて、まあ、くっついとけば楽なんやけどね。楽は楽ですね、うん、あの2つ両方持って買いに撮るっていうのは結構大変なので。あ、そうやね、まあ、でも一応使い方は簡単に言うんやけど、はい、これカメラの前に置いてくるくる回すんです、はい、フィルターを、うんうん、そしたら、ね、コントラストが変わるって言ったらええんかな、まあ、変更レンズというか。そうですね、だからなんかテカリが消える場所がどんどん変わっていくんですね。そうですね、それもまた動画で見せれるかな。そうですね、でまず手始めにちょっとね、あの分かりやすいやつをまず出します。はい、これですね、黒い USB の充電器のところに白い猫が映り込んでおるやん、はい、これちょっとまあ黒入ってるけどね、これもろですね、うん、なんやけどこれものすごく分かりやすくするために光をめちゃくちゃ強く当ててるから、はい、猫がもう白く飛んでるやん。そうですよね、うん、これわざとです、はい、これね、猫が映り込んでるやつの前に PL フィルターをつけます。はい、ほんで PL フィルターをくるくる回していったら USB の充電器のとこちょっと注目してください。はい、もうこれね、どんどんなんか猫ちゃんがね薄くなっていくんですね。そう、だん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 猫消えてるやろ。はい、でもね、猫がね一匹この世から消えるわけではないから心配せんでもいいし、ここに映り込んでる猫はちょっと邪魔やなと、うん、猫はでもね気分で動くもんやから抜いてくれよ、でもなかなか動くもんよほんだらもうのかんのやったらもうねこっちで消すしかないと。そうで、完全に消えるわけではないんですけど、ある程度なんか薄くなってから猫かどうだかわからないぐらいまでいって、うん、そう、ここまで消えてくれた後の処理も楽かなと。そうですね、でまたこれ回してたらねゆっくり出てくるんですね。そうそう、だん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 猫ちゃん出てきて、うん、また猫ちゃんちょっと消えてもらうっていう、うん、これねフィルター通しただけで、あの猫ちゃんの方の中白く飛んでた部分が全部見えるようになってるのもびっくりしたんですけど、これやっぱりね PL フィルターっていうのは一段
暗くなると思って、はい、だから猫ちゃんが今普通の、まあね、適正の露光で映っとるわけではないけど、はい、ちゃんとした色で映ってるやん、白さが飛んでなくて、うんうん、で ND フィルターみたいな効果がちょっとあって、 ND フィルターっていうのは絞りを絞ったみたいな感覚になる、ちょっと暗くするみたいな、うん、そしたら太陽きつい時とかになんか入れといたら結構有効？有効、だから本当はこういう使い方もあるんやけど、うん、あの青空のコントラストを上げたりとか、そういう風に使う時もある。外撮りのも行きますね。そうだから海とか池とかで晴れてる時とかものすごくええ、うん、ああ、うん、じゃあ人形で使ったらどうなるのかちょっと見ていきましょうか。わかりやすく20さんやね。もうそうですね、もうチョコ肌って言ったら彼女しかいませんので。そうですね、まあ、このぐらい黒かったらわかりやすいかな。はい、うん、というわけでもう普通にテカってる状態の20 years of love です。今回テカリが分かりやすくするためにちょっと明るめにライティングしてます。はい、あとブラウスが白いのでその映り込みもありますし。あ、そうですね、まあいろいろとなんかこう見れる要素があるかなということで準備しました。ここにまず PL フィルターを上いきますね。はい、こんな風にこのフィルターをポンとつけると、はい、ちょっとね一段暗くなるけど、まあこんな風な感じです。はい、うん、今の段階でまだなんかこう口元のもやっとした感じとかいろいろあるんですけど、うん、これを回していったら、うん、いろんなところのなんか光の加減が変わっていくんですね。はい、まず口元のところのなんかあの白の照り返しのモヤモヤが消えて、はい、あと向かって右側の目の上のところですね、内側のところのテカリが消えていきました。あとちょっとその横のあの何髪の毛のちょっと下のあたりも消えたね、テカリが。そうですね、もうこういう風に消えて代わりに出てきたものもあったと思うんです。あ、なるほど、そうやな、そっちはまた次の段階で消していこうか。はい、これが回すたびにまた変わっていきます。さらに回していきます。はい、そしたらまたなんかこう場所が変わっていって、ちょっとまあ分かりにくいですけど、はい、だからなんか口元のモヤは出てくるんですけど、はい、次向かって左側の方のところのテカリが消えていくんですね。あ、ちょっとシュッとなったのが消えていって、あと鼻の横が、うん、そうですね、消えたかな。鼻の頭のなんか向かって右側の方の光が消えました。はいはいはい、そうやね、あと何よ、消えないとこもあるからね、あのライトの光っては消えないんで。そうですね、あとこれね目元のところのなんか縁も少し変わっていったりしてます。ああ、そうやね、もうこんな風に回すたびにちょっとずつなんか消したいところをどこに重点置くかで決めていくようにはなるんですけど、うん、そうやね、やっぱりこれね使いどころが難しいし、うん、ここ消したのから全然こっち消えてないよん時はあんの。それはある。その時はどうするかって、その部分だけは合成してます最後。ああ、そっか、うん、三脚でかいなんかこうもうバッチリ止めて撮ったら、そうそうそう、同じ角度の写真が完全にできるので、うん、だからできます。それを組み合わせるっていうことができるんですね。うん、で次ちょっと分かりにくいんで、あの使用前使用後を出しますね。はい、でこれをご用意しました。はい、左側がフィルターなしの状態、うん、右側がフィルターを入れて回した状態になりますね。やっぱりあれね、左は明るいけど右がちょっと暗い感じに、少し暗くはなりますね。うん、その代わりやっぱり消えてる部分っていうのも明らかにあって、はい、丸で囲っている部分やね。はい、口元のモヤモヤが消えてるとか、はいはいはい、なんか分かりやすいね、あの服の反射かな、うん、あの紫色と白の。そうですね、このやっぱり白いところが消えているので、うん、これは消しやすくなったなっていう他の。そうですね、うん、後の処理はしやすいね。そうですね、あとはもうなんかその髪の際のところの、 あの白く光ってたのが全くなくなっているとか、あ、右目のちょっと何を、視線と逆方向のとこね、ちょっと上、はい、もうこういうのがやっぱり違ってきます。はいはいはい、そうやね、この辺消えるの楽やね。はい、うん、やっぱり何、もしデジタルで消すとしたら、はい、あとはあの向かって右の目の下にあるそのシュッという光、うん、はい、あれ消していけばええけん。そうですね、だからこれを最初から出ない角度にしておけば、うん、さらに楽にはなっていきますよね。あとはあれやな、鼻の下になんか鼻水みたいに光る場合あるやん。 あれもこのぐらいだと後でどうにでもなるからね。そうですね、これぐらいだったら許容範囲っていう方も多いと思いますし、今回わざとテカリが出るように、うん、あの1頭で強めに当ててるからね。そうですね、普段だったら2頭か、2頭でちゃんと当てるんで、ね、うん、じゃあ次の分見ていきましょうか。はい、もう一つの例見ていきます。はい、これまず鼻の頭のところのなんか白い光が完全に消えてるの分かりやすいと思います。これは分かりやすいね。はい、うん、あとあの額のところですね、はい、あの目の際のところが白く光ってたのがなんかほぼなくなっているとか、ちょっとこれねビビたるの何、うん、その変化なんやけど、これね本当ら、あのありがたいうちにしては。そうですね、あとは向かって左側の方のなんかこの筋になっている部分が相当薄くなっているのが分かると思います。はいはい、これだけ薄くなってくれば後の処理ってどうにでもなるかなと。そうですね、これぐらいやったらもう消さなくてもいいかなぐらいのところまで来ると思うんですね。まあ、こんな風にいろんなところをなんかこう消せる場所が変わっていくというか、まあ、だからこれだけ消せたら右と左の分のその光が入っとる部分とか変なモヤが映っとるとことかは丸々入れ替えて、テカっとるとこをテカってないとこに変えて、でまた反対側に何をやったとき、まあ、右と左が逆にテカっていくやん今度、はい、消したりモヤが出てるとこ、それを合成しながらいけばレタッチするより相当楽なんで。
そうですね、もういろんなところね手間かけてかい、なんかスタンプツールとか使ってやっていくの結構手間ですし、そうそうそう、あの色が濃いとやっぱり段差も出やすいので、あ、それは出るね。そういう意味ではなんか先に消えてるっていうのは楽ですね、うん、だから後でデジタル処理でレタッチするのも楽やけど、うん、初めの撮影の段階でもう PL フィルター1枚入れて、うん、くるっと回して消えた消えた消えたよ、写真2つ作って、うん、はいガッチャンコでももうそれの楽なんよ。そうですね、もう圧倒的に楽ですね、うん。でまあ、改めてこの右側の方が今フィルターをゆっくり回しているので、うん、こう使用前使用後のなんかこう変化っていうのがすごい分かりやすいと思うんですけど、まあ、ちょっと右の方がねコントラストが落ちて、うん、その何明るさが暗くなった感じはするけど、はい、これはまたデジタル処理で直せばいいんだよ。はい、もうこんな風に使ってみて思ったんですけど、 そうですね、そんなに荷物になる道具じゃないし、はい、まあ、ガラス製品なんでちょっと割りやすいから気をつけないかんけど、そこだけは、うん、まあ、あとは何よ、そのカメラ好きな人だったらやっぱりこう撮影に行った時とか一個あったら俺は便利やと思うよ。観光地とか行って雑貨屋さんでおしゃれな感じの店あるやん、はいはい、そこにガラスがあると、うん、でそのガラスの反対側には懐かしのワンカップの自販機が映っとると、ほんだらちょっと台無しになるやんじゃあこれ消したいなって言ったら PL フィルター置いて反射を消したりとか、そうですね、あとは通行人消したりとかね。あ、通行人入りますもんね。あとはこれから何よ、桜綺麗なやん、はい、どうしても空が映るやん、うん、もし青空やったらそれのさらに青がコントラスト高くなって逆にピンクも映えるやんか。あ、綺麗ですね、うん、そういうこともあるから、うん、やっぱりこの PL フィルターって1枚あれば面白いよ。そうですね、うん、一眼でやったらもうそのままつけてですし、まあ、サイズは気をつけて購入せない感覚でね、うん、そうですね、スマホとかでもなんかちょっとかざすだけでかいなんか変化が出るので、うん、これ一つ持ってたらなんか面白いのは面白い。そうやね、スマホの場合何一人でやるの結構大変やけど、まあ頑張ればまあいろんな使い方ができるフィルターの紹介させていただきました。そしたら今日はこの辺で、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。